こんにちは、ゆきです。クリスマスまであと12日、いよいよリアルにあと何キロ痩せるか見えてきましたね。と、まずはなんでこんな服を着てるか。これイベントに着ていく服なの。私がインするよって言ってたやつ、これを見ていただこうと思って。っていうかさ、このピンクベージュって太って見えるな。まあまあ、これでいく、もう決めたから、インしてます。このロングタイトスカートなんです。でね、スリットがねかなり入ってます。今インしてるんだけど、どう、これ腹が出ております。まあしょうがない、もうちょっと明日までにへこませる。ここにさ、こうシャギーが入ってるからちょっとごまかしは効くと思うんですよね。で、あとガードル履いてどこまでごまかせるかだな。うん、でも見事にインはしておるよ。体重ね、体重の話、絶対ここまではいけるだろうっていう数字は53キロ台、希望は52キロ台。今までの私の傾向を見ていただいて、54キロ台で終わるんじゃないかと思ってる方もいっぱいいらっしゃると思います。それもわかる上で、53キロ台がリアルな数字じゃないかな、今の感じだと。前にお伝えした、一番痩せた時は私54キロ、その時は食べれなかったから、それで痩せてるからどうせ戻るだろうと思ってて、今回 54.5 キロでしょ。これは私結構食べてるの、それでこの体重だからめちゃくちゃ嬉しいの。安定してきたってことでしょ。だからクリスマスに53キロ台になりたいです。小さく積み重ねるって大事ですね。私ね、今の体重なら実家に帰れる。わかる、このリアル。というわけで、ここからは余談です。皆さん、自分が太ってる理由は何か考えたりしてますか？変なこと言うよ、私はもともと自分の生い立ちから女にブロックがあります。こういう話苦手な人も飛ばして飛ばして。そうでね、その自分が太ってるってこともそことどこかつながってると思ってて、それが最近ね、溶けてきてるねって感じるの。それは洋服をインにしだしてるせいかもしれない。まだ続けていい、この話。私、長い間マッサージの仕事をしてた時に、ご主人と奥様と私と3人で、仕事が終わったらお食事に連れてってくださるお客様がいたんですよ。そのご主人にね、まあ私独身だからね、ゆきさんは男性に対してブロックがかかってるけど大丈夫って言われたこととかあって、わかるんよね。ブロックかけてるつもりはないんやけど、どうしてもね、まあ今も変わんないけど、そこは好きじゃない男の人に女を見せるのが無理なんよね。っていうか、女を見せて生きることがずっと無理だったの。だけどちょっとずつ受け入れてるなって気づいてて、それが今は楽しい。そういう風に自分が変わっていってるなって思ってるのは、もちろんいろんな出会いとか、動画にはしてない別の部分で私がやってることとかもあるプラス、この YouTube がなぜか美容系動画に行ったことと、ダイエットまた発信してることとかもとても大きいんです。っていうのがなんだか楽しくて言いたかったの。昨日高校時代の友達とご飯食べに行ったら、その友達がすごく色っぽく見えて、私の友達だからよく喋る、よく笑う、飾らない感じの子です。お子さんもいて、仕事もちゃんとしてて、で私とはね全然違う人生なの。ってやりたいことがあってみたいな、その人生を重ねてきた彼女だからこその色気がすごく見えて、かっこいいなって思ったの。本当にその時に、なんか泣きそう、また泣き出す。なんか私も、なんか私は好きなことを追いかける人生で、まだまだ自立できてないし、ふわっふわしてるんですよね。だからかわからないけど、ついこう頑張って生きていかなきゃじゃないけどさ、男性性が強くなるのよ。だけど彼女を見ていて、女性って美しいなって思ったんだよね。泣けてきた。ダメだね、最近ダメだね。とにかく嬉しい。
というかちょっと変わってきた私自分が。だからみんなどうかなと思って、私が前回全然痩せられないって言った時コメントに、ゆきさん私は2キロ痩せましたとか、私は11月の目標達成しましたっていうコメントがわーってきたの。ってことはみんなもちょっとずつなりたい自分になってるわけでしょ。見た目が変わるって内面が変わるのと連動してるはずだからと思って、みんなも何か変わってるんじゃないかなと思って話したかったんですなんか生きてるって尊いねとか言い出してごめんなさい。そう、私たち女に生まれて幸せですね。しんみりしてる場合じゃないの。チャンネル登録よろしくお願いいたします。告知があります。ダイエット報告生ライブ配信12月26日8時からスタートします。コメントにだいたい何時ぐらいがいいと書いてくださった皆様ありがとうございます。生配信するわ。まだやったことないの。まあ何が起こってもなんとかなるでしょう。頑張ります。最近さ、布団の中で自分のこの肉肉感を感じて飽きてきたの。いいでしょ、いい方向よね。痩せたいんだよきっと私と言いながら、26日、痩せましたプラスケーキなんか用意してライブやろうかなと思ってます。まあいいのよその日は、うん、いやまだあのね、達成してから言うわ。ガチ目標は53キロ台、理想目標は52キロ台、40キロ台になるのは来年にします。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださった方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。私ツイッターインスタグラムもやっております。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。